パテリーナ・マヌーキアンは、カナダのバイオリニスト、オンタリオ州トロント生まれ、アルメニア人の父と、ロシアドイツ系日本人の母を持つ。両親ともに、カナダに移民するまでは、母国で、オーケストラのコンサートマスター、及び副コンサートマスターを務めていた。夫は指揮者のステファン・ソリ・ヨム。幼少時より、プロのバイオリニストであり、バイオリン講師である両親より、バイオリンの手ほどきを受け、 4歳でステージデビューを果たす。12歳の時にカナダ音楽コンクールで優勝し、同年にバンクーバー交響楽団とパガニーニのバイオリン競争曲第1番を共演し、オーケストラデビューを果たす。1994年から2000年まではニューヨークでドロシーリレーに個人教授を受ける。音楽学校などには在籍したことがなく、普通高校を経て、 トロント大学を卒業後、同大学の大学院博士課程で哲学を専攻した。CBC ラジオオーケストラ、カルガリーフィルハーモニー還元楽団、ボストンポップス還元楽団、東京交響楽団、東京フィルハーモニー交響楽団、大阪センチュリー交響楽団、アルメニアフィルハーモニー還元楽団など、世界を代表するオーケストラ、またマリオ・ベルナルディ、ユッカ・ペッカ・サラステ、 ロイ・グッドマン、西本ともみ、金聖教など、世界的に有名な指揮者とも共演している。1861年生のビオーム。弓は、友人サルトリー。弦はすべてドミナントを使用している。ありがとうございます。